はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、続きからやっていきたいと思います。今ラピスが、1600個あって、今日のメールを受け取って1700個ということなんですけれども、ちょっとこのラピスはですね、魔法の鍵に変えたいと思います。魔法の鍵っていうのは、ダンジョンとかにある、あの青い宝箱ですね、鍵のかかった宝箱を開けるやつなんですけれども、一応ね、レシピはあるんですよ、この魔法の鍵。材料不足、連勝奇跡、叫びの音、3つっていうことで、1個も持ってないんで、どうもね、この素材自体が結構レアみたいなんで、もうこれは、ラピスを使って魔法の鍵をそのまま換金しちゃいましょう。で、ここのショップから魔法の鍵交換ですね。で、魔法の鍵1個100ラピスなんですけど、たくさん買えば買うほどレートが良くなるんで、魔法の鍵30個で1500ラピスなんで、半額っすよね。なんで1500ラピスを使って、魔法の鍵30個に交換したいと思います。今のところ一番これが最高かな。ということで、魔法の鍵30個。手に入れちゃったよー。1500って言えば、レアキャラ3人分っすからね。魔法の鍵で宝箱を開けるのは、ちょっと時間のある時にやっていくので、今回はまたそのままストーリーを進めていきましょう。レキオス給料ですね。そう。あと、ラスベルが、クラス4になりました。星4っすね。で、32レベルと。だいぶレベルがみんな上がりましたね。でも、早々苦労はしないと思うので、このまま、ガンガン行きましょう。レキオス給料。ただ、相変わらず多分体力が足りなくなるんで、この給料のどこかに盗賊のアジトがあるはずだ。だが、どうやってその場所を探せば。いや、あの盗賊からさ、もっと細かい位置聞けばいいのに、何なんだ。馬車の車輪の跡を探せばいいさ。そんな単純なもんなの？どうして奴らが馬車を使っているとわかる？砂漠で会った盗賊はさらった女たちと言っていた。複数の女の子を怪しまれないように運ぶには馬車が必要だ。この時代の移動手段は馬車か。車はさすがになさそうだからな。だが車輪の跡ならいくらでも道に残っているぞ。馬の蹄が多く並走している跡を追う。盗賊にとっては大切な商品だ。馬車には護衛を多くつけてるはずさ。なるほどな。てか、なんでレインがこんな頭脳キャラになってるんだ。こういうのがラスウェルの役目だろ。でもさすが、やっぱレイン才能はあるんですね。あった。どこにもそんなの見当たんないぞ。ほら、条件にぴったりのものが見つかったぜ。車輪の跡なんてどこにもないじゃないか。お前は幻を見ているのか。すごいな。相変わらず大した洞察力だ。お前は昔からそうだ。剣の腕だけではなく、頭も切れる。はは、たまたまさ。お前は俺を買いかぶりすぎだっての。そうか。劣等心を抱いているな、ラスウェルは。いや、それはお前が自分を分かっていないだけだ。努力ではどうにもならない差が俺とお前との間にはあるのだ。そしてその差の理由は、それはなんだ、生まれついての才能か、親の違いか。いや、なんでもない。よし、車輪の跡を追おう。相変わらずゆっくり行くよな。おい、なんだよ。そこまで行ったなら最後まで話せよ。っていうかさ、これラスエルなんかめっちゃ裏切りそうなんだけど、話の展開的に。お前に俺の気持ちはわからんよ、みたいな。誰を連れて行こうかなと。このメンツを見る限り、ちょっと魔法キャラが、シャントット43レベルは最後の方に連れてきたいからな。ちょっと X ですが2人いたから、
まず X で36レベルと32レベル。ちょっと先にレベルの低い方を連れていきましょう。ゴブリンガードが普通に出てきた。ラスウェル、やっぱり納得がいかない。俺の何がお前より優れているって言うんだ。それがわからないということが、お前が俺より優れている証なのだ。は？意味がわかんないんだけど。まあ、もうこの話はいいだろう。フィーナを探すのに集中しろ。そうか、天才にはわからんさ、俺たち凡人の気持ちが。そう、クルルはですね、ケアルラを覚えました。なんで、全体回復もできるようになったんで、まあ、ようやく赤魔導士らしさが出てきたかな。回復もできて攻撃もできる。おお、やっぱガオ覚えてるよ、ガオ。いいな、ファイカ。これ、一旦で蹴りがつけば、アタックなんだけど、ファイカ。一旦じゃダメか。全然ダメだな。ファイガは結構マジックパワー使うから、攻撃でいくか。倒せるか？ギリギリ残ってるっぽいな。ゴブリンガード B。結局3ターンかかる。結構レベルは上げたつもりだけど、苦戦しますね。敵もそれなりに強くなってるのか。おっと、ちょっと音が。あー、続いちゃったか。あれ、マモンってさ、なんか最初の方に出てこなかった？これはもう攻撃でいいか。3ターンか。結局このターンじゃね、絶対倒せないっすよ。無の剣で吸い取ればいいのに。無に即死の効果とかついてないのかな。無の剣てか、この時の X ですって無の力を手に入れてんのか。まあ手に入れてるんだろうな。背景に無を背負ってるってことは。お、バトル3つしかない。ってことは、これはガンガン行こう。作戦ガンガン行こうぜ。もう、できる限り最強の力を使って。ほら、これで、1ターンで決めたい。決まるか？魔紋くらいだったら。よーし。この俺に逆らった罪は重い。バトルが3つしかないってことは、戦いの数が多そうだな。そもそも アイテムはそんなないな。グランドクロス、かっこいいな。 X ですの技で、体力は8か。結構使いますね。ちょっとレオンを連れてくか。ここで魔法キャラにしてほしいんだけどな。近い、そう遠くない場所にフィーナがいる。どうしてわかる？ふんふんふん、それはストーカーだからさ。なんとなくの勘だ。あのな、ストーカーの鼻を舐めちゃいけないよ。それほどまでの執念があるのだよ。へへへへ。でも俺フィーナね、もう前から言ってるけど、あんま好きじゃないんですよ、ああいう女性は。フリオニール、ちょっとね、勝手する女性はね、あんま好きじゃないです。もっとね、落ち着いた感じの女性がね、自分は好きっすね。もうなんか一緒にいるだけでね、めんどくさい。もうすぐめんどくさいって言うけど、めんどくさい女は嫌いっす。エレメントだけ残ったな。まあ、これは攻撃で倒すか。 OKOK。 だからね、ちょっとね、テンションのね、高いね、女の人もね、あんま好きじゃないんですよ。おーっと、ゴブリンガード、ゴブリンガードってなんか弱点あるかな。ちょっと見てみようかな。なんか一回見た気がするけど、とりあえずライブラ。ゴブリンガード、お前の正体を暴く。なんもねえ。石無効っていうやつが多いな。まあ石はイコール死亡と同じだからな。ないな。
ワイルドローズ使ってみるか。攻撃力は高そうだな。フリオニールって攻撃キャラか。いくつ当たったんだかわかんねえし。また石を投げつけてきた。うおー、ちょっと残ったー。オッケー。バトルが3つしかないから、ま、うおーっと、ちょっとオートそのままにしちゃってるからな。レベル上げの時はね、オートそのままにしてた方が楽なんですよ。ほっとけば勝手に敵倒してくれるんで。バブルシャワー、ここはちょっと全力でいきましょう。ガンガン行こうぜに作戦を変える。ワイルドローズ使うか、せっかくだし。そう考えるとやっぱフレンドとか多い方が戦いも楽になると思うんですけど、ちょっとな、全然登録してないからな。ノラを連れてる感じですね。で、2つ目終了と。で、あと1回しかできないから、多分あと1回じゃ終わんないっしょ。おー、今回結構いっぱい手に入れた。ならず者の道、あー絶対終わんないわ。最終的にこの36レベルのカントリーマームカントリーマーム好きなのかな、連れていくから。空くんを連れていきましょう。空くんか空ちゃんかちょっと分かんないけど、空って何のキャラだろう。キングダムハーツかな。自分空って言ったらもうキングダムハーツっすね。盗賊の数が増えてきたな。こいつらが見張りと考えると、ああ、盗賊のアジトは近いぞ。ちなみにさ、ゴブリンガードはさ、盗賊なの？モンスターなの？どっち？一緒にいるけど。だってさ、モンスターがさ、人と群れてるってさ、どういうこと？シャントット、何がある？まあ、ラはあるな。お、全部ラがあるな。バイオラにしよう。あ、バイオラ、若干消費マジックパワーが高かったな、今。12だった。まあ、毒の効果がありますからね。このゲームね、毒意外に使えるんですよ。結構減るんで、490ですね。まあ、こっちが毒になると結構痛いんですけど、やっぱりボスにね、毒が効けば、もうポーションの分なんて、相殺どころか、プラス200くらい。プラス300か。おうおうおお、シャントットが。この痛いってな少女を殴るとは、貴様もいい趣味をしているな、ゴブリンガード。シャントットってでも、年齢実は言ってるんだっけ？なんかわからんけど。ブラッティレッド、こいつ初だな。初登場キャラ。サンダラに、エアロラ。シャントットどうしようかな。エアロラにしよう。あ、でも木は炎に弱かったかな。微妙に残ったか。ま、でも総攻撃で30-30。あ、これ欲しい、これ欲しいんですよ。結構貴重なんで。あ、まだ1個あったか。マモンは絶対これ炎でしょう。サンガラのグリザラのシャントットはファイラでいくか。まあ、アンゼルムはストンラかエアロラかウォータラしかないんで、まあ、意外に結構あるけど。あ、やっぱ炎に弱いな。オーケーオーケー。弱点つくとだいぶ楽だな。よーし、クリア。足りなかったな。
あといくつだ。戦闘が3つしかないから最悪5個ある可能性があるけど、盗賊のアジト、これで終わりかな、というところなので、ちょっと体力を回復してから盗賊のアジトやりたいと思います。はい、それじゃあ盗賊のアジトですね、乗り込んでいきましょう。ちょうど8溜まったところですね。あれ、ティーナがいる。これスーパーサイヤ人2のティーナだけど、レベルが若干低いな。28か、どうなんだろうな。そうか、1回多分抜けたからメンツが変わっちゃったんだな。このティーナ33レベルだけどスーパーサイヤ人1だな。シャントットもレベル25か。どうしよう、スーパーサイヤ人2のティナを連れてきましょう。よし、行くぜ。完全に壊滅させてやる。お、何の会話もなく戦闘か。これさ、会話があるんだかないんだか分かんないからさ、会話がないとなんかずっとボケーっとしちゃうんだけど。ティナ、バイオブラスターなんてある。これは何だろう、アビリティつけたのかな。多分バイオブラスターのアビリティをつけたんだな。まあやっぱね、毒っすね。毒はかなり使えるんで。お、デスなんて使ってくるのか、やばい。おー、効かなかったか。マジ危ねえ。まあ寝るくらいだったら全然いいよ。どっちがデス使ってきたんだ、後ろのやつか。フロータイボールみたいな、あいつの強化版。てかティナ普通に立って寝てんだな。寝るモーションとかないんだ。まあこのまま起こさないでおきましょう。君はぐっすり眠ってていいよ。あ、起きた。戦闘が、まあ次の地へ走ってますからね。寝てると置いてきぼりにされちゃうから。ファイラ、多分ね、下のねドラゴンファイラ効かないんですよね。あれ、ティナがない。まあいいや。倒したか、下も。うおー、ちょっと残ってる。あっ、ちちちち、なんだ、普通の攻撃をレジストしてきたぞこいつ。モーション的にルナの攻撃がレジストされた気がするけど。ボスバトル、おお、盗賊がいっぱいだ。お前たちがさらった子は全員返してもらう。おお、たった二人で俺たちを倒す気か。お前には見えないのか、俺たちの後ろに1234人いるのが。貴様らのような卑劣な人間は断じて許さん。俺たちの断罪の剣を骨の髄まで味わうがいい。え、だって何これ、見えないの。ってことはさ、だってサンダラとかさ使った時にさ、うわ、なんだ、どっからサンダラが降ってきたんだってならないのかな。相手は二人じゃないのかっていう。ちょ、ライブラーはいいや、こいつはどうせ人間だから。普通に攻撃をしましょう。うわ、ライブラー使っちゃったよこれ、ね、いまいちな操作性が良くないからな。で、毒になってもらおう、バイオブラスターで。コソドロちゃん、まあなんもないよね。おお、二人毒か。体当たり、みんな体張ってんな。リピートでいいかな。あれ、コソドロが全員毒になった。でも全員倒しちゃうんじゃないか。あ、しまったライブラまでリピートされてしまった。弁膜、なんかティナがすげえことになってんな。なんか闇の住人みたいな感じになってるぞこいつ闇の力が抑えきれない。スーパーサイヤ人2に目覚めたけれども、その代償として殺意の波動に目覚めたのか。殺意の波動が抑えられない。とりあえず殺意の波動を抑えられないのから、バイオブラスターで毒にしてやる。
名教でいいかな、一体だから。どうかしら。お前は、終わるんだ、ここで。あれ、生きてる？最後、カウンター食らって死んだんだけど。うっ、あいつに手を出さなければよかった。おお、ティナすげえな。こう見るとやっぱかっこいいよな。レインとかラスエル、そんなスーパーサイヤ人になってないけど、今星4っすけどね。よし、192。次やっていくときくらいには回復しつつやるのが一番効率はいいっすね。ただレベル上げしてるとどうもね、そういうのはうまくいかないんで。よし、光の塊を手に入れられれば。バッツ不良にいる、ガーランド育成中。いいの、すげえいっぱい持ってんじゃんこの人。引きがいいんすかね。俺はだいたいこういうの引きが良くないからね。これ何、親子で連れ去られてたの。何も言わないで去ってく。おい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 、無言かよお前ら、ふざけんな。フィーナ、よかった、やっと会えた。レイン、ラスウェル、おいおい、この様子じゃ懲りてないのか。あのね、聞いて、このバカ、どうして勝手な行動ばかりするんだ。ほんとだよ、もっと叱れ。レインがどれだけお前のことを心配したか分かっているのか。左下にいる骸骨がいいっすよね。格好がいい、この骸骨。どんな格好してるんだ。ごめんなさい。でもね、でも、どうしてもこの花が欲しかったから。なんだお前、ほんと勝手なやつだな、こいつ。いらん、そんな花。これって、かげろう花だ。よかった。やっぱりこれで正解だったのね。ラスウェルが言ってたでしょ？これがあれば旅も楽になるって。私、レインとラスウェルの仲間になりたくて。だから、自分のためじゃなくて、二人のために行動しようと思ったの。その結果、みんなに迷惑をかけているのがわからんのか。そんな奴は仲間にできん。ここでさよならだ。そうか、それで砂漠に一人で行ったのか。それじゃ意味ねえだろ、お前。フィーナ。バカなんて言って、いや、バカだよ。十分バカだよ。今、ここに約束する。これからは、俺もお前のために行動すると。いやいやいや、それじゃ本末転倒だろう。まあ、ラスエルがそう言うならいいけどね。ありがとう、ラスエル。私すごく嬉しい。俺はちっとも嬉しくないぞ。ラスエル、飲んでみろよ、その花の蜜。え？ここまで無理をしてきたからな。もうフラフラなんじゃないか？いや、だってさ、フラフラになったのはそもそもこいつのせいだよ、こいつのせい。だったらラスエル、飲んで飲んで。遠慮するなよ、ラスエル。だ、本来だったら、こんな花の蜜なんかなくたってラスエルは元気だったんだよ。このフィーナが勝手なことをしたから、今こうしてラスエルはフラフラなわけであって、なんかそれをさ、フィーナのおかげだ、みたいな。ちょっとおかしくないか、これ。うむ。噂にたがわぬ効力だ。何なんだよお前も。やった、頑張ってよかった。いや、この頑張りはだから無駄だって、意味なかったって。フィーナありがとう、感謝する。どうしてそうなる、こいつら。こいつらちょっと大丈夫か、この先。これからもよろしくね、レイン、ラスウェル。はっきり言って無駄だぞ、この一連の作業は。あ、フィーナがパーティーに加わった。戦闘に出れるってことかな。フィーナはどう考えても魔法キャラだからな。ちょっと見てみましょうか。ユニットの一覧で、どこだフィーナ。あ、いた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 。お、レベル20じゃん。何気に強いんすね。リミットバースト、ホーリーレイ。星は2だ。まあレベルを上げていけばまた進化はできるでしょう。ケアル。白魔導士か。
ブラナ26でなんか狙うってことは、装備はロット弓、あとモーニングスター的なのがあるな。なるほどね。フィーナどうしよっかな。でもしフィーナを入れるとなると、クルルを外すか。そうするとまあクルルが今そうだよな、星4で、これもう星4までしか覚醒がもう黒くなっちゃってるんで、てかこいつらみんなそうなんですけど、星4までしかいかないっすね。でレインとかはまだ星5まで覚醒できるんですよ。まあ全然レベルも足んないしアイテムも足んないけど、でもまあ全部見たことあるっていうか持ってるものなんで、レベル60になる頃には進化できるでしょう。そうすると多分フィーナも星5まで行くのかな、というところで、まあとりあえずなんか3人揃いましたね。この先大丈夫かっていうのは、ありますけれども、では今回はこれで終了して、また次回やっていきたいと思います。